食場豊岡増美殿、一日鉄道警察隊長を委嘱します。よろしくお願いします。はい、一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらまで乗ってきましたけど、はい、普段鉄道警察の方が新幹線に乗るってことはあるんですか？はい、あの博多から乗ってます。そうなんですか。はい、で実際に博多から県をまたいで、はい、まあ、福岡の場合は広島だったり鹿児島だったり、まあ、今度開業した西九州新幹線にも乗ってます、はい。福岡県警では飲酒運転をしない、させない、許さない、そして見逃さないを合言葉に交通安全運動に取り組んで、鉄道警察隊ではヘッドマーク列車の運行を行っています。これですね。そうです。鉄道ファンとしてはこの裏がどうなっているのかすごく気になるんですけども。そこですね、はい、あの実は JR 貨物さんからお借りしたこのマーク、本州型、九州型、どちらの機関車も取り付けられます。九州では EF81、ED76 につけて全九州中に交通安全運動を発信してもらっています。鉄道ファンの皆様、撮影を通じて交通安全運動の輪を広げていただければありがたいです。福岡県警からのお願いでした。今日の一日警察隊長どうですか？はい、鉄道ファンとして鉄道施設内での痴漢や盗撮を絶対に許したくないと思いました。私も万が一目撃した際はすぐに通報したいと思います。わかりました。絶対痴漢を許しません。我々警察は痴漢を絶対許さない。必ず捕まえる。